学校の授業にクラウドと1人1台の端末が導入され端末の持ち帰りで家庭での学習も変わろうとしています。これからの家庭学習は子どもたちの学びにおいてどのような位置づけになるのでしょうか。 静岡市内の小学6年生涼太さんサッカーー選手を夢見るスポーツ少年です太さんは学校から帰ってくるとまず持ち帰ったクロームブックを使い始めます今夢中になっているのはタイピングオンラインで検定の練習にもチャレンジしています。 涼太さんが通う静岡市立南部小学校です。六年一組は2020年8月からクラウドと一人一台のクロームブックが導入されました。授業で使うだけでなく自宅に持ち帰って使うこともできます。家ではどんなことに使っているのでしょう。 ハイブリッド宿題っていう、あの家でなんかスライドとかを編集してなんかそれを学校でなんか活用したりするっていうこともやったりさっき動画で言ってた「オンンラインマイプランカード」っていう。マイプランカードは Google スプレッドシートの日記で一言日記のほか家で学習した時間を項目別に入力することになっています。音読 漢字、算数、そしてマイプランマイプランは各自が自分の好きな活動を決めて継続して取り組みます先生は毎日子どもたちが更新したマイプランカードにコメントを書き込みながらその子の家庭での様子を把握しますではハイブリッド宿題とは何でしょう これは、この日の体育、マット運動の宿題です。インターネット上の動画を視聴して、技のポイントを自分なりに Google スライドでまとめておくのです。いわば、予習。ハイブリッド宿題という名前は、家庭学習と授業を組み合わせた、反転型の学習スタイルをイメージして、担任の浅井先生が名付けました。 実際にマット運動をしたこの日のハイブリッド宿題は体育の時間に撮影してクラウドにアップした自分の動画を Google スライドに貼り付け振り返りのコメントとともに先生と共有しますするとアドバイスが届きます。こうして授業を振り返って自身のステップアップにつなげるのが目的です。 ハイブリッド宿題は体育の他にもあります例えば社会の宿題授業で戦国時代のウェブサイトを作るため自宅で資料を集めたり集めた情報を Google スライドで整理して学校に持っていき授業に活用するのです、ね、このように Chromebook、ね、を活用した授業と直結した宿題が増えているのです 今までの宿題との違いを亮太さんは今までの宿題は、まあ、ノ,ートノートを使って,なんていうのテキストとかをここに置いて書くっていう感じだったんですけど、えっと、パソコンを使う宿題については、えっと、スライドとかそういう書くツールがあって、まあ、ドキュメントで長,長文文章とか書いたりスライドでまとめたりっていう。 宿題があって、まあ違いって言ったら、えっ、ー、と、う、写してやるのと考えてやるっていう部分かなって自分は思います。宿題が終わると、Google Classroom で明日の予定を確認しながら学校で使う持ち物を準備します。涼 <laughs> 太さんにとって。 クロームブックはどのようなものなのでしょうかもう先生も言ってないですからどう道,具道具ですねう端末は特別な機器ではなく文房具と同じように学習に使う道具の一つと思えるまで日常に溶け込んでいるようです常派大学の三井和樹さんは端末の持ち帰りの可能性は大きいと言います ままずこう端末を持ちるるることでやっぱできることととでできがが広がると思います例えば今までっていうのは、まあ、家に帰ったら家庭学習は家庭庭学学習習はで完結ししていましたただそれが例えば体育の動画であったら家で見てきてポイントを書いたものは翌日の授業で試してみるとか実際に授業で取り入れたやってみたことを動画で撮って家でもう一度振り返って振り返ってみるみたいな形で家庭学習と授業をこう有機的に結びつけることが 可能になってきてきいいると思いますでこういったことは子どもたちが学校の授業は学校の授業家の学習は家の学習ではなくて学学校のの授業とと家庭の学習を結びつけたりとか逆に保護者も学校でどんなことをやってるのかってことは知ることもできますし子どもたちに「どんなことやってるの?」ちょっと端末見せてって言ったら子どもたちは今日学校でこんなことやったよってことを家の人にも伝えるこういったことがすごく簡単にできるようになったのかなと思います。担任の浅井浩太先生は えっと、メリットはですね、えっとまあ、45分の授業を延長するっていうわけじゃないんですけど、まあ、45分間せっかくここで友達がいるならやはり友達と関わる時間を大切にした授業をずっとしたいなっていうふうに思っていて。でもその関わるためには 個人の考えが必要だし個人でまとめてくるようなことも必要だしでその後話し合いがあって振り返りが必要というような感じだ形だったんですけど一人一台持ち帰ることによって個人で考えをまとめたりとかあの考えを作ったりっていうのは一人でできることで,でお家でもできることですので,で振り返りの部分も、えっと、授業内でもちろん行ってもいいんですけど、まあ、そこは一人でできるなっていうようなところでしたら。 お家でやらやることによって、四十五分間が友達とかなり交流して、交流することによって学びを深めれるような授業設計になってきたので、そういうところが良かったところかなっていうふうに思います。信州大学の佐藤和則さんに子どもたちの端末利用を目の当たりにした保護者の気持ちの変化について伺いました。私の方で調査をしたんですけども、端末をもっ いるそして授業で使っていて家庭学習に取り組んでいる家庭の保護者様と一、えー、人一台を使っていなくて家庭でもそういう学習もしていない保護者様とどういう意識差があるかっていうことを調査をしたんですけども使っている保護者の方が子どもたちがコンピューターを主体的に活用しているっていうふうに思っていたり。 それから、えー、使っている保護者の方がルールを守っているっていうふうに思っていたり一方で使っていないという保護者の皆様の方が子どもたちは情報端末をを望まましししくない使い方をしていいい使方てててるとと思っていたりと、えー、していますつまり保護者の皆様は子どもたちが学習に対してこうきちっと使っている姿を見ると。 概ね不安だったことが解消されているわけですね。で、一方でこう使っていない保護者様たちは。やはり、こうずっと不安のまま <laughs>。っていうのもあります。で、子もたちがこう学習している姿を見れば。私たちはこう。頑張ってるなとか。で、安心して見れるわけなんですけども。やっぱり、それも、あの、一人一台。もそれは一緒で。あの、保護者も皆様も、こう端末を使った姿を。 見ていればできた安心されるだろうなというふうに考えております浅井先生は端末の持ち帰りで子どもたちに大きな変化があったと言いますあの自宅に端末を持ち帰ったことによって自主的な活動がかなり増えたなあと思って例えば学級通信とかも子どもたちが声を掛け合ってこのスライドに作っていくからちょっと共有して で共有したところでみんなで何時から作っていこうというような学級通信ができたり新聞をお家で作ってくる児童が増えたりとかあ,のあと今卒業式の歌卒業式の練習の時に歌の練習をするんですけどなんかお家でも歌練習をしてほしいということで伴奏の動画を自分でとクローンブックで撮ってでそれをクラウドに上げて。 でそれをクラスルームに投稿して「お家で勉強してあの歌を歌ってきてください」っていうような子も出て,出てきたりただそれで終わらずにフォームを提出して「あのちゃんとやりましたか?」とかいろいろ確認をするあのそれは一人の女の子ではなくてプロジェクトチームでやってるんですけど音楽プロジェクトなんかそういうようなこともできてもう一切指示は出してないんですけどそういうような自主的な。 活動がすごい増えたなって思います、はい、最後に東北大学大学院教授の堀田達也さんに家庭学習を充実させるコツを伺いましたなんか親や先生が管理しちゃうと結局意味がない本人がうまく使いこなせないとダメなんですね多分失敗もするんです でそれが何でか命に関わるような失敗だったらそれはもう全力で大人が止めなきゃいけないけどもちょっと友達とトラブったとかそういうのは対面だって別に今までもあったわけですよ喧嘩して仲直りしてみたいなことはあったわけですよねそれと同じようなことはチャットでも起こりますで禁止してたら起こらないけどそうするとつまり経験も得られないっていうことなのであんまりその大人が規制せずに まああのどういうことやってんのかなっていうことを見守ったり時々聞き出したりするぐらいにしてああやったらダメよこうやったらダメよって言わないっていうのが僕はコツなんじゃないかなと思いますね。